人間の安全保障って国際会議に行ったら必ず言うやろ。僕もあの APPF でも日 EU 議員会議でもこの間のアメリカでも言ってきましたよ。人間の安全保障、人間の安全保障の基本は何ですか。教育でしょ。教育を世界に施すことができれば世界が抱えている問題の半分は解決する。これが人間の安全保障でしょ。教育が基本じゃないですか。